こんにちは、ますみです。本日は ChatGPT を用いた Web アプリの作り方を解説します。この動画を見ることで簡易的なチャットアプリを作ることができます。本動画では LangChain というライブラリを用いて解説していくため、もしも LangChain についてまだ知らない方は、こちらの動画を先にご覧ください。それでは本題に入ります。まず、今回のゴールとシステム設計を説明します。今回のゴールは ChatGPT を用いた簡易的なチャットボットのウェブアプリを構築することです。具体的には次のようなアプリを構築します。例えば AI とは何か教えてと入力ボックスに質問すると回答が返ってきます。そしてもっと詳しく教えてと追加で質問すると過去のチャット履歴の文脈に基づいて回答が返ってきます。いわゆるチャット GPT のクローンアプリのようなものです。次にシステム設計を説明します。今回プログラミング言語は Python を使用します。そして Web アプリを簡易的に作ることができるライブラリーとして Streamlit とその拡張ライブラリーである Streamlit Chat を用います。また OpenAI が提供している ChatGPT の API を扱うためのライブラリーとして LangChain を用います。ここから環境構築の方法を説明します。まずライブラリをインストールしていきます。 Streamlit、Streamlit Chat、LangChain、OpenAI、Python.env のライブラリをインストールしていきます。インストールが完了したら次に OpenAI の API キーを設定していきます。 os.environ を用いて直接記述することも可能ですが、セキュリティ上の観点から .env ファイルに記述することをお勧めします。その場合 .env という名前のファイルを作成し、その中にこのようなフォーマットで API キーを設定します。ここでは .env.example という Gitig のはされていないファイルの中身を表示していますが、実際には .env の中に記述してください。そして main.py を作成して、次のように .env ライブラリーから load.env のモジュールを読み込み、 load.env を記述します。これで環境構築は完了です。ここから実際に先ほどお見せしたアプリケーションの実装方法を説明します。まず冒頭で Streamlit や LangChain を使用するために必要なライブラリをインポートしています。次に ChatGPT3.5 のモデルのインスタンスを作成しています。そしてセッション内に保存されたチャット履歴のメモリを取得しています。このメモリは LangChain ライブラリのコンバセーションバッファーメモリーのクラスを使用しており、チャットの履歴を保持するために使用されます。そしてモデルのインスタンスと読み込んだメモリーを引数としてチャット用のチェーンのインスタンスを作成します。このチェーンは入力されたテキストをチャット GPT に送信し、チャット GPT からの応答を取得するために使用されます。次に Streamlit によってタイトルと入力フォームと送信ボタンの UI を作成します。そしてこの後チャットの表示用に使用するヒューマンメッセージや AI メッセージなどを格納する配列を初期化しておきます。ここからボタンが押された時の処理を記述していきます。具体的には入力されたテキストをチャット GPT に送信し、チャット GPT からの応答を取得しています。そしてセッションへのチャット履歴の保存を行い、ヒストリーという配列の変数の中にチャット履歴を読み込みます。最後に読み込んだヒストリーの中に格納されているメッセージのデータ型に応じてチャット履歴を表示します。これでコードの説明は以上です。それでは新しいターミナルを開き、 Python3-m Streamlit run main.py と実行してみましょう。そうするとブラウザーが立ち上がり、冒頭で説明したようなチャットができるようになります。以上、本日は ChatGPT を用いた Web アプリの作り方を解説しました。もっと学びたいという方は、この動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているため、ぜひチャンネル登録、友達追加お願いします。また、ChatGPT の仕事の相談や依頼をしたいビジネスパーソンの方や、ChatGPT の仕事に携わりたいというフリーランスエンジニアの方は、概要欄よりご連絡をお待ちしております。ではまた。